ヒーリングミュージックの老舗レーベルである株式会社デラは、声優石川由依の朗読と歌唱を収録した CD アニメート限定版寒涙デトックス朗読僕と七つの手紙を2024年3月20日水祝に発売する。今年創業51年を迎える株式会社デラでは、大学教授や医師、専門家等の監修による論文やエビデンスに基づいたヒーリングミュージックを中心に音楽コンテンツを制作。本作は実力派人気声優の朗読と歌唱、そして書き下ろしの音楽によるメンタルヘルスケアを目的とした新しいコンテンツとして企画・制作された。ストレス社会といわれる現代、令和4年度に厚生労働省が実施した労働者を対象とした調査、個人調査では回答者の 82.2% が強い不安、悩み、ストレスを感じていることが分かった。このストレスへの初期対処法の一つとして涙を流すことのメリットがコロナ禍を経た現在改めて注目されている。映画やドラマ、音楽、スポーツ等でそのストーリーに共感し涙を流すとき、交感神経の興奮状態を一気に副交感神経優位の状態にシフトチェンジさせ、これによりすっきりと穏やかな気持ちが得られると言われている。本作はこのような涙のメリットに着目し、意識的に泣くことでストレスを発散する活動である涙活を発案し、涙にまつわる数々の書籍を執筆する寺井宏樹の監修によって制作された。自身の体験とリンクした共感によってさまざまなメリットをもたらす涙が流れると言われており、年齢を重ねると涙もろくなるというのは共感をするための体験が多く積み重ねられているからだと言える。共感するポイントは人それぞれだが、本作で朗読される僕と七つの手紙は多くの人が実体験として持っている家族愛、動物愛を中心に描いた作品で、これまでに書籍、演劇、朗読等さまざまなコンテンツとして展開され多くの共感を得てきた寺井宏樹による実話をもとにした感動のストーリーだ。アニメ進撃の巨人ミカサ・アッカーマン役ヴァイオレット・エヴァーガーデン、ヴァイオレット・エヴァーガーデン役ニエ・アール、オートマタバージョン 1.1A2 バイト役をはじめ、数々の話題作で重要な役を演じ、高い演技力を持つ声優の石川由依が本作の朗読を担当。またアニメート限定版に封入される限定ディスクには、原作をイメージして新たに作曲された主題歌「僕とお父さん」、作詞作曲戸田百合子を石川由依が歌唱した音源が収録されている。なお限定ディスクを含まない通常版は2024年4月24日に発売を予定している。心霊内科医稲内星、フジテレビ、マリーミー、朝日放送、理科、東海テレビをはじめとした数々の TV、ドラマサウンドトラックや、小腸からアイドルまで幅広く楽曲提供を行う、作曲家の戸田百合子が、本作の音楽を担当。ヒーリングミュージックも手掛ける戸田百合子ならではの、心温まる楽曲が収録されている。3月20日、水、祝の発売に先立ち、全国のアニメート、通販含むでは本製品の予約受付を開始しており、同時に石川由依直筆サイン入り台本が抽選で当たる本製品の発売記念キャンペーンも実施中だ。詳しくは、下級 URL で確認を。僕と七通りの手紙アーティスト、朗読、歌唱、石川由依2024年3月20日、水、
祝株式会社デラドルボマイナス 601A2530円、税込み原作、監修、寺井宏樹、収録時間、通常ディスク約77分、限定ディスク約9分、収録トラック通常ディスク1、雨の後、インストゥルメンタル、作曲、戸田由里子に、僕と7通りの手紙第1章、朗読、石川由衣、原作、寺井宏樹さん、僕と7通りの手紙第2章、朗読、石川由衣、原作、寺井宏樹4、僕と7通りの手紙第3章、朗読、石川由衣、原作、寺井宏樹5、僕と、お父さん、インストゥルメンタル、作曲、戸田由里子、通常ディスクに収録される音源は、歌入りではありません。限定ディスク1、僕と、お父さん、歌唱、石川由衣、作詞、作曲、戸田由里子に、僕と、お父さん、カラオケ、作曲、戸田由里子、限定ディスクはアニメート限定版にのみ、封入されます。